じゃあ、さあ、入団した時に、はい、誰監督だったの？小葉さんです。あ、小葉さんか、はい、小葉さん1年です。1年です。で、次の年から須藤さんだよね。須藤さんにあだ名つけられたよね。パンパスって。そうですね。あれね、なんてつけられたのか。まあまあ子供だったんですよ、まだ。まあそうだよね。そうなんですよ。で、まあミーティング、毎日ミーティングあったの覚えてます？覚えてる。須藤さんの時。毎日、そのキャンプ中、練習終わって帰ってきて、全員、うん、そこでいつも当てられるの僕なんですよ。まだパンパスだなとか言われてたもんな。だからそれをすごく覚えてるんだよ。はい。で、僕一番覚えてるのが、うん、おい、しげ、背中に書いてるのは何だって言われて、背番号ですって言ったら、バカ野郎です。何を書いてあったんですか？何を書いてあったの？自信だ。自信を持ってた、とにかく、自分のって。っていうふうに前に言われてたのも忘れてて、背番号ですって言って。まあ結構とぼけた答えになってきてたよな、あの当時は。そうですね。でもまあやっぱり須藤さんっていうのは思い出が強い。まあみんなはどうかわからないんですけど、僕はすごく愛情を感じたんですよね。なんとかこいつを一人前っていうか、そのまあプロとしてやらしてやりたいなっていうのがすごく伝わってきた。はい。で、は結構伝わってくれたんだ。使ってくれました。まあでも言われたろ。まあ言われました、言われました、うん、はい。で、その時にバッテリーコーチが佐野さん、まあ佐野さん、ね、うん、あの人はまた面白い人で、面白いな、飛ばす飛ぶんだ。でもこの人のアイデアすごいなっていつも思ってたんですよ。やっぱ飽きるじゃないですか、うん、同じ練習を毎日やらされると、うん、毎日違う練習方法をいろいろ考えてくれる。え、まあ例えば印象残ってるやつはどういうの？そうですね、まあ、なんかあの冷気トンボを使ってなんかこう動かしたり、 あとはなんかネットの下でこう、うん、ネットに当たっちゃダメだとかね、うんうんうん、まあ低い体勢をそろえていくんですよね。もうとにかく下半身がパンパンになるような練習を考え出してくるんですよ、うんうん、多分自分でやってパンパンになるからそれをやってたんですよ。でもすごくまあ、あの時代っていうかあの時にいいなと思ったのは、僕ね、須藤さんに秋のキャンプ、4金1球です、うん、まあ、ゆかさんもその頃ゆっくりしてましたけど、いやいや、俺も4金1球だよ。いやいやいや、秋のキャンプやってないでしょ。でも、もうあの時、秋はやってない、あの時代、うん、やってない。え、あの時で何歳ですか？だから、一回り違うからさ。そうです。だから30とか30いくつとか。そうですね、うん、まあキャンプやんないですね、やんないよ。そうですね、まあ僕はまあ秋のキャンプで4金1球で、マイクール、宜野湾から那覇まで走って帰ってくる。マイクの最終日、まあ5キロちょっとぐらい。いやいやいや、違いますよ、11、2キロありますから。嘘だろ。10キロありますから。走って帰ったの？マイクール走って帰った。マイクールっていうのは 4日に1回必ず、まあ、4金だから4日に1回でしょ。4金の最終日に走って帰った。で、まあ、前の、休みの前に、ね、で、キャッチャー全員なんですよ、それ、うん、そう。で、佐野さんは2回に1回は一緒に走って帰った。あ、でもさ、そういうコーチってさ、やっぱり何、親近感がある、できるというか、信頼感ができるというか、はい、明日帰れよって言って、はい、自分はバスかタクシーかなんかパッと帰るんだったら、はい、響かない、はい、やっぱそんなもんかな、はい、やっぱり一緒に汗を流してくれたからね、 あれはね、今考えるとありがたいな。人を伸ばすって、はい、やっぱそういうことか。そうなんですよ、だからそれを考えた時にね、これ俺にできるかなって、そこれが、まあ、いきなり監督だからさ。もういきなり監督でそれやったなんですけど、いや、あれはなかなかできないんですよ。いや、それはできないな。まあ僕はそう考えると、出会ったコーチっていうのは、まあポイントポイントではすごくいいコーチに出会ったな。だってさ、俺でもコーチやった時にさ、それもうノック打つんで必死でさ、最ですよね、もうヘロヘロだもん。もうノック打って終わった時は目が回ってる。いや、そのぐらい打たないかんからさ。あれ一カゴが、まあ、300球ぐらいしたの、デカ箱が、まあ1日あれ2箱か3箱近いですよね、打つのね、内野のコーチは。すごいんですよ。そうなんですよ、もう目が回る終わった時ね。僕ね、思うんですけど、コーチってめちゃくちゃ大変じゃないですか、うん、まあ、自分の時間を、まあ、作ろうと思えば作れる人はいると思うんですけど、作らないで選手にずっとつきっきりでやろうと思うと、
自分の時間ないわけじゃないですか。ないな、コーチって。ない、すごいなって思いますよ、うん、割り合わないでしょ、コーチ。ただね、やっぱりその給料安いし、給料安い給料安い、いやと思いますよ。 あの労働に対してのサラリーは、うん、僕はね、正直ちょっと少ない。監督多いよ。監督ありがたいバカやろいや、やっぱりね、でもね、どういう選手と知り合うかね。あー、そうですね。こいつに愛情を注げるかどうかっていう、はい、まあ子供みたいな思う。まあ例えばこう、横浜で言えば梶谷、はい、あれとはもうマンツーマンでずーっとやってたから、だから時間は割いたよ、はい、そうなりますよね。そうなる、やっぱ誰かと全員が無理ですからね、ま、全員は無理、無理ですよね、ちょっとね。ただチームにとってさ、こいつは必要な人間になるって言った人間に、はい、まあ気持ちが合えばね、はい、それはできるけど。あ、そうですね、だから重なんかさ、まあ、いきなり監督だったじゃない、はい、コーチやりたいとは思わない、やっぱもう監督しかもう頭ない。コーチは、いやだからコーチはさっき言ったものが僕の中であるんで、だから自分でそれができるかなっていう。でもさ、はい、あのすごくいいポイントだと思うんだけど、やっぱりそうやって寝食を共にし一緒に動けるようなコーチじゃないとやっぱダメだというふうに思う。僕は思います。あ、はい、そういうのも必要だと思います。まあそうだよね、はい、でもこいつを育ててみたいなっていう選手は、はい、例えば12球団見ている。今ですか。今もっと良くなるのにっていうのは。あ、キャッチャーとして、まあ、僕はどっちかというと高校から入ったキャッチャーを、うん、まあ、あのすごく見てるんですよね、うん、だから僕は想像してるよりも伸び率がみんなちょっと少ない気がするんですよ、うんうん、みんな。だから、まあ、そういうところをもし、まあ、見れたらいいなと思うんですけど、うん、今だったらそうですね、まあ、広島に入ったな、中村とかね。ああ、そうですね、はい、あれはやっぱり素質は感じる。まあやっぱり感じますね、うん、感じるんですけど、まあ、あれからほとんど見てないんでね、どれくらいこの 1,2 年で どこまで成長してるかっていうところを見てみないと、まあ、本当に力があったのか ないのかっていうのが、まあ、判断できないと思うんですよ、うん、だからちょっとあの子は甲子園で打ちすぎた。そうなんですよ、目立ちすぎちゃったんですよね。だから予選の時はそう大したことなかったんだよね。そうなんですよ、あの時だけだというもんだ、はい、あれで1位指名になっちゃったっていう話は聞いてるんで。でもさ、甲子園でその力を発揮できるっていうのはすごいことだよな。だって僕なんか甲子園でゼロですよ、ホームラン。それはお前贅沢言うなよでも実は残してるから、まあ、まあ実は残したんですけど、いやいや、だって俺は覚えてるもん、はい、あのフェンチョクのツーベースとか、ね、そうそうそう、おい、いいバッティングしてんなと思った。率はまあまあ残してる。そうですよ、だからでも欲深いなそうですかね。いやいや、1本ぐらいは打ちたかったですよ。まあまあ、そりゃそうだよ。だって僕人生の中であの高校3年生が一番バッティング良かったと今でも思ってます。いやいや、相手がレベルが違うそうですけど、そうですけど、なんかもう誰が来ても打てる気がしました。まあ、だから背中には自信があったんだから絶対にね。そうですよね。でも入った時も自信満々で来てるじゃんバッティングは。あの根拠のない自信です、うん、あれ顔パンパンにしてな、一人だけ太ってきて、でも斎藤雅樹からホームラン打ってな、まあ、オープン戦の時に、ね、え、誰も打てないのによう打ったなみたいな。さあ、下関球場のボール際にな、聞いたよ、オープン戦俺ら行ってなかったから、ベテランで、まあ、その日の夜に熱を出して帰ったっちゅうのまあだけど中村に魅力を感じてる。そうですね、まあちょっと見てみたいな、うん、であとは、今ちょっともう試合に出てるんですけど、うん、結構出てる、まあ、日本ハムだったら清水であったりね、あの高校から入ってるキャッチャーなんですよ。でオリックスの若月とか、あ、はい、まだ良くない。僕はね、良くなった。あ、そう、はい、どういうところが足りない。まだそこまでレギュラーを張ってないのに必死さを感じないんですよ。だから僕もそういう時あったんですよ、うん、でそれで失敗してるんで、だからやっぱり本当のその自分のポジションを掴むまでっていうのは、うん、もっと必死さを出さないといけないと思うんですよ。それがやっぱりピッチャーにも伝わるはずなんですよ、うん、だからそれをなんかちょっと余裕があるみたいな感じでみんなやるんですよ。まあ、例えばこの1球だけは絶対間違えないっていうオーラが出ないみたいな。出ないですね。ずっとこう1回から9回まで、1試合目から10試合目までなんか同じような
に見えるんですよね、うん、なるほどね。で、あとはやっぱりみんな楽をしてますね。どういうところ？まあ、一つ例えで言うと、ランナーが出ました、それでもみんな膝をついて座って返す。あ、ランナーがスコアリングポジションにいるのに、うん、もうサードの目でその止めないでもうそのまま返すとか。もう僕そんなことできなかったんですよ。できなかったってうるさかったもんな。もううるさかったですよ。だからそういうのを僕はやっぱ教え込まれたんで、うん、できまあ、それがもう自然にできるようになりましたから、だからそういうのもやっぱ教えてないんだろうなっていうふうに感じるんですよ。それはだから野球を軽くやってるようにすごく見えるんですよ、キャッチャーは。まあ、厳しさというよりも、はい、やっぱそういう大切さが失われてきてるということですね。だからそういうふうに感じるんですよね。そうですね。